さあ,はい、さあ、はい、日本と準軍事同盟を結ぶイギリスが、はい、はい、イギリスのですね、これで瞑想が始まりますよ。イギリスの大瞑想が始まりますよ。はい、え、俺たちのスナク、俺たちのスナク、保守陣営だった俺たちのスナクがですね、なんと選挙で超ボロ負け、えー、信じられないレベルのボロ負けを期しまして、なんと、え、政権が壊れてしまいましたえ。首相を辞任するという状況になりました。そして新しくですね、政権を取った左側の政党、労働党ね、左側なんですよ。え、これ、この方、スターマーさんですね。この方が新しい で、あの、このね、あの、新首相になったスターマーさんですね。え、いきなりですね、さすが平野政党ですね。どえらいことを言い出しました。はい。もう、本当だよ、これ、信じられる脱炭素を再加速だ。え、電気自動車、EV を改めて強く推進する。さあ、行くぞ。ガソリン車の禁止を前倒しするからな。はい。2035年にガソリン車の販売を禁止すると言っていたイギリスが、なんと5年も前倒し、2030年にガソリン車を禁止する。時間はあと5年半。あと5年半後にはですね、 なんとイギリスではガソリン車が売れなくなりますつまりランクルとかに乗れなくなっちゃうんだよ。ねあのねちょっとでも左側の政権がですね誕生してしまうと。 国っていうのはこんな風になっちゃうんですよ。日本もマジで気をつけようねと思ったんでですね。このね、イギリス、もこれからね、間違いなくイギリスの瞑想が始まりますので、このイギリスの今の状況をですね、お伝えしたいと思いまして動画を作りました。というわけでどうも、闇の田さんでございます。はい、ということでですね、俺たちのスナック、俺たちのスナックがですね、選挙でボロ負け食らってしまいましたね。ね、えスナックはですね、結構右側、え結構右側の男でですね、あの、岸田とも仲良かったですしですね、あのね、あのイタリアのメロメロメローニ、あの、メロメロメローニにメロメロっていうですね、なかなか、A、キャラ、なかなか、A、キャラを見せ楽しまてくれましたよね。えそのですね あの、メロメロメロニあ、メあメロメロンさんね、あの、イギリスのスナク首相がですね、選挙で超ボロ負け、信じられないレベルのボロ負けでございます。選挙前はですね、345あったですね、保守党の議席がですね、なんと121に減りまして、左派政党の労働党がですね、206から2倍以上の412に議席を伸ばすという形でですね、そしてですね、これで、ね、ほらほ、ら前首相のですね、あの、トラスさんですよね、あの、イギリスのですね、前首相、え、とあ前あ、元首相になるのかな、もうね、えもうトラスさんですね、あの、イギリスの高市さね、 イギリスの高いさんへと言われたあのトラス首相がですね、なんと選挙で落ちると。閣僚落ちたとかじゃないんですよ。選挙で落ちて議員じゃなくなってただの人になってしまうと。このくらいのボロ負け具合だったんですよ。ね。ほんでね、ほんでね、新しく政党誕生したらですね、あの労働党の政党、この方がおそらくですね、この方多分あの新首相だよね。あのスターマーさんがですね、率いていくことなんだけれども。 やっぱり政策がやばすぎるんですよ。やっぱりね、ちょっとでも左に寄ったらですね、政策がゴリゴリにやばいんですよ。だからね、これね、あの、労働党のですね、これね、政策、大花掲げる政策ですよね。これをね、一個一個皆さん見ていきましょう。もうね、あのね、結論から言う、全部やばいから。全部やばいから。ちょっとでも左に行っちゃってこんなにやばいのかというね、この記事を読んでいこうと思うんだけど、その前にさ、イギリスの政治状況で皆さん、お詳しいですかあの、労働党がどういう党なのかってわかりますね、あんまりわかんないでしょ。俺もあんまわかんないでしょ。だからね、詳しい方に聞いてみました。はい、そうですね、あのね、えー 日本でですね、おそらく一番ですね、あのえ、こういう政治に詳しいですね、インフルエンサー、ヨ,ヨモヤマさんでございます。このヨモヤマさんという方はですね、この方ね、あの、日本のですね、現役の国会議員の秘書さんだと思われます。多分そうなんですよ。これは多分間違いないと思うんですよ。だからね、そこら辺のね、マスコミであるとか、そこら辺の有識者が足元にも及ばないくらい、政治に関しては詳しい方でございます。で、この方がですね、今回のイギリスの選挙とですね、あの、労働党についてね、ちょっと語ってくれてるんですよ。でね、なんでスナック政権はこんなにボロボロになっちゃったのというところもですね、含めて語ってくれてるんだよね。え のね、この、ね、スナークがですね、負けたのはですね、あまあいろんな理由はあるんだけれども、一番大きいのはね、あの物価高ですわ、物価高。もう今、全世界的に物価高でしょ。で、だからね、もうその煽りを食らってしまった、ちょっとかわいそうなとこ面はあるんだけれども、こういうね、物価がね、高くなっていってる時っていうのは、基本的には政権のせいだって言ってですね、あの政権がですね、壊れやすくなるんだよね。ね、あの政権交代が起こりやすくなるんだよね。だから岸田も気をつけてね、でまあ、岸日本はですね、あの世界と比べるとですね、この物価高っていうのはかなり抑え込んでます。ガソリン代に関してもですね、いろんなものに関してですね、 したりとかしてててうまいことやってやっっで、すねなんとかであの、物価のね、異常な高騰でね、アメリカとかと比べると、何分の1の抑え込んでるとか抑え込めてるでしょえ、抑え込んでるんだけど、それでもやっぱり物価高っていうのは変わりませんからね。ねか、いから株高とはいえね。だからね、自民党にも同じようなことが起こる、起こるかもしれないという形で、ちょっと不安になったですね、はい、岸田応援団特攻隊長、チャムさんですね。え、チャムさんがですね、山山さんに聞いてるんですよね。あの、無知でごめんなさい。あの、スナクさんって、なんでこんなに負けたんですかなんか失策でもしたんですかえ、単なる15年周期で国民は飽きちゃうというですね、これは日 日本でもあることだよね。中の人も気がいるんで、ミスがね、あの、なんか、汚職が多くなるっていうのが15年周期であるんだけれども、この時期に保守党の党首になってしまったというだけのことなんですかと聞いてます。はい、嫁さんはこう答えるんですよね。あのね、一応ね、軽く失策はしてるんですよ、スナクさんもとね。え、まずはですね、ルワンダへの移民政策ありましたよね。え、じゃイギリスをですね、にね、不法移民がいっぱい入ってきてるでしょ。この不法移民をですね、ルワンダ送り島流しにしてやるなんてことを言い出してるんじゃないですか。あれがスナクなんでございますよ。だから俺スナク好きだったんだけれどもね。うん、俺も動画にしたでしょ。そのルワンダ政策はですね、 いまいちちゃんと稼働してなかったっていう状況があったらしいんですよ。そしてですね、あの、激烈な金賞、あの、タバコ販売金賞という、これでですね、あのね、え、東大の支持を完全に失うと。で、ノルマンディ上陸式典をですね、これ相対したということもあったんですよね。ノルマンディ上陸式典は、イギリスにとっては結構重要な式典なんですよ。これを相対しちゃうということで、なんだこいつはとなりましたと。そしてですね、エリート特有の漢字が逆効果。要するに、あれ、あれかな、このね、あの、ね、インド出身ってさ、アジア初のイギリス賞でございましたよね、うん。で、このメロメロメローニと、 メロメロメロイニとですね、何,何やら、ななんかエロい感じで話をしてるんですよ。この辺の余裕ぶったところがですね、どうも国民に嫌われたということなんでしょうか。まあ、そんなことがあってですね、えーだ、でもね、状況的にはね、これねいや、インフレ率はですね、抑制傾向で、通過もイギリスは安定していて、そこまでも施策はないという見る人も多いんだけどね、という状況でですね、やっぱりね、これね、 なんかでっかい失策をやったというか、経済的な不満がですね、全部ですね、あのスナクの方に向いちゃったという不幸な感じなんだよね。ということは、嫁山さんは続けます。おそらくですね、日本によく似ているという記事がですね、今後書かれていくでしょうと。これは間違いないと思いますよ。ね、国内が解散しないですね、えー、保守党政権と、ちょっと似ていたとかね、え今までですね、至る、今に至るまで、保守党内のごたごたとか政治不信とかという形で、日本の自民党もですね、この保守党と同じような状況じゃないか。日本もですね、え政権交代だということですね、アホのマスコミが言い出しよ。 の気がしていててい嫌だなとと思ってますすここでですねシオンママ、えー、シオンママがですね横からね、ふっと入ってくるんですよね。横からすいませんと。これ、徴兵制も関係しているんでしょうか。あのね、あそうイギリスのスラックはですね、徴兵制度を復活させるって言ったりとかしたでしょ。これ、俺も動画にしたよねあ。あれもですね、もしかしたら関係してるのかですね、ですかねってこう聞いてるんだよね。で、労働党で、ね、新しく政権を取った左派側の政権ですよね。労働党は、そこまで日本の野党みたいじゃないというポストを見かけたんですけれども、どんな感じなんでしょうかって聞いてるんだよね。あでね、読谷さんはこう答えます。 あ、確かにそう、ありそう、そう、ありそうですね、と。あのね、労働党、労働党は確かに、立憲民主党的ではないと思いますとね。とにかく反対ばっかりで、何をやってんのかよくわからないあの,あ,のあの、左側、ゴリゴリ左側の立憲民主党。ああいう立憲民主党みたいな政党ではないとね。むしろですね、なんとですね、国民民主が近いかもね。あの、たまたまタマーキン。あの、たまたま,たまタマキンのですね、政党。国民民主に近いのが、労働党ではないですかね、と、山マさん言ってますよね。はい、あくまでも自分の雑感だけれども、トニー・ブリアのですね、流れはですね、どちらかというと、国 民民主党じゃないかと思うんですよね。 っていうふうに答えてくれていて、めっちゃわかりやすいでしょそう。あの、新しくですね、政権を取った労働党というのはですね、どうやらですね、国民民主党に近いんだとね、国民民主党もですね、自民党から見たらですね、やっぱりね、あの、全体で見たら多分ね、右側っぽく見えるよね。あの、憲法改正に賛成してくれてたりであるとか、意外と自民党を助けてくれることも非常に多いんだけれども、ただたまたま玉木はやっぱりですね、民主党出身だったりとかしますので、やっぱり頭の中にはですね、左側がこびりついているんだよ。だからね、やっぱり自民党のね、人間から見るとですね、やっぱり国民民主党は若干左なんだよね。若干つか、まあまあ、 もうちょっと左かな結構左なんですよね。そういうね、自民党から見たら、まあ、左だよね。っていう人たちね、つまり国民民主党がですね、何やら勢いだけで政権を取っちゃったっていうのがですね、今のイギリスの状況なんでございますよね。だからね、これね、あの、元のですね、保守党からすると、間違いなく左であることは間違いないですよね。だって国民民主が政権取ったらさ、多分自民党よりは、左だよな。ってみんな思うでしょ思うでしょそう。あの感じらしい。その感じらしいんですよね。 でもね、今の党よりも、ちょっとでも左に行っちゃったら、政策がどんな感じになるのかというところなんですよ。ちょっとね、ちょっと読んでいく。ちょっと記事を、まず読みながら、このグラフを見ていこうか。ちょっとコーヒー飲みますね。いきますよ。イギリスの今の状況です。イギリス新政権。はい、これね、あスナックがいなくなっちゃった。悲しいね。え脱炭素を再加速へ。EV 推進。もうね、EV 推進という言葉自体、久しぶりに聞いた気がしないおい、今更電気自動車推進するんですかと思わない 思うでしょでも、それが今の状況なんですよ、これ、イギリスのね。はい。え、推進、ガソリン車禁止、前倒しという形で、2030年、あと5年半で、イギリスでは、ね、この労働党が政権握っている限りはですね、ガソリン車が売れなくなります。ランクルとか乗れなくなります。やばいでしょ。政権変わった瞬間にそんなことになるんだよ。はい,いきますよ。 4日投開票のイギリス総選挙で大勝したですねえ、労働党はですね、脱炭素の推進に舵を切りましたいきなりですえ、保守党政権がですね、2035年に先送りをした、え、ガソリン車などの新車販売の禁止時期を再び2030年に戻しますやばいだろお前戻すのはいいけれども、お前自動車会社とかとコンセンサス取れてるのかって話なんだよ。これどうもね、この記事は読んでたらわかるんだけど、取れてないんですよね。はい、14年ぶりの政権交代で、環境規制を強めるほか、え、不法移民対策なども大きく見直します。 あのね、不法移民対策も、やばい方向に見直されますよ。うん。 我々はカオス混沌に収拾を打つんだ。首相に就くですね、労働党のスターマー党首は、いつか低迷する経済の立て直しに早急に着手をする考え方を示した。ね、経済状況がそんなに良くなかったっていうのは確かなんだけれども、だからつって労働党が俺それ立て直せると思えないんだけどまあいい、いや。今回のですね、総選挙の争点の一つは、気候変動対策でございました。環境問題に高い関心を持つ若者から支持を受ける労働党は、公約に脱炭素を加速させる内容をいくつも盛り込んでるんですよ。で、これね、労働党が掲げてる政策がね、やば いいんですもう一個一個見ていくよはい、まずはですね、ガソリン車販売禁止をですね、2035年からですね、よいしょ、2035年から2030年に前倒しです。期間はあと5年半しかありません。いや、これも正気ですかと思うんですよ。いや、だってね、日本のね、EV の事情ってこんな感じなんだよ。ね、EV、日本で EV って大て売れてないじゃん。売れてないのに、本年度はさらに4割減っていう状況になってるんですよ。さらに4割減だよ。 もうね、もうちょっとしたらね、もう EV 自体ね、日本で買う人いなくなるんじゃないのかこれがですね、世界的な EV の評価なんですよ。EV が爆売れしてんのって、もう補助金ジャブジャブの中国くらいだからね。マジで。アメリカでも全然売れてないし。にもかかわらず、ね、ガソリン車の販売禁止をですね、えー、もう5年も前倒しをして、あと5年半でガソリン車を禁止しちゃうのよ。 で、EV に火事を切ってんのよ。逆にイギリス経済ぶち壊れるんじゃないのかと俺は思うんだけどね。え、そしてですね、はい、北海油で、や北海油ガス電のですね、はい、北、あの、イギリスのね、すぐ近くにですね、あの、ガス電があるんですよ。これの新規開発の禁止をですね、はい、停止をですね、め、あの、どうもね、まあ、命令するようでございますよ。あのね、やっぱりですね、これガスっていうのはですね、あの、化石燃料え、化石燃料でございますので、やっぱりあのね、あの、SDGs とかですね、脱炭素を進める上で、こんなものをですね、増やすわけにはいかないという形なんだけれども、お前らエネルギー 問題っってあったよなまさかと思うけど太陽光と風力太陽光と風力だけでですね、なんとかする気なんですかイギリスは。で、この辺がダメなとこなんだよね、ヒアリのね。そしてですね、移民に関してよ。はい、移民。不法移民のルワンダ移送計画を、なんと、廃止でございます。 おい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 じゃあ、不法移民対策マジでどうするんですかという話なんですよ。あの、これ日本ではですね、これ渡辺様ですがですね、これね、今日ね、あの、ちょうどね、ツイートしてくれたんだけれども、はい、不法移民のですね、強制送還。日本から出ていけというですね、あのね、国家、国からの追放ですね。この強制送還は、どん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 今強化をされています。これはね、日本人として知っといた方がいい情報だと思うから伝えますね。令和4年はですね、強制送還されたアホの外国人は4700人でございました。そして令和5年は8024人。 約2倍、約2倍にあの強制送還する人間が増えていると、される人間、バカがね。えそしてですね、日本は皆さんご存知の通り、あの、不法滞在者のですね、え強制送還を強化する、えいや、改正入管法、改正入管法がですね、これ成立させましたよね。しかも岸田がですね,ね、日本に入ってきたのはいいけれども、ね、あの、税金をもし払わなかったら、社会保険料を払わなかったら、はい、え永住者資格を剥奪して、国内追放じゃーっていう法律も作ったでしょう。こんな感じでですね、日本はですね、不良外国人をね、国外に追放する強制 相関というのはガン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 強化されてますものすごい勢いで強化されてますだから日本はですねこれねあのこうやって外国人を追放する動きはですねええ感じで整ってきるんだけれどもはいイギリスはですねこれルワンダの移送計画をね不法移民を追い出すこの計画をですね廃止するんだってあれあれあれ,れ,れ,れアメリカですら中国人をですね100人以上飛行機に詰め込んでですね送り返したりしてるんだけどイギリス これはやばいよ。迷走するよ。そしてですね、これ税制でございますわね。これね、税金に関してはですね、所得税などですね、え、期間税をですね、増税しませんよ。これはいいことでございますよね。これはいいことなんですよ。え、しかしですね、代わりに、外国人富裕層に超増税しますよと発表しました。これはやばいんですよ。今ですね、これね、あのー、に、本年度に入ってからですね、お金持ちが逃げ出す国ランキングというのがあるんですよ。お金持ちが国に逃げ出す。もうね、ろくでもない国からをですね、お金持ちというのはやっぱり情報感度が高いので、あこの その国やべえわと思ったら、その国から逃げ出すんですよね。1位はやっぱり中国ですね。中国ので6でもない国でございますから、ね、お金持ちがいたらですね、いつね、資産を募集されるかわかりませんから、まあ、早く逃げ出すんだということで、え中国を一番最初に逃げ出すんだよね。そしてね、2番目にお金持ちが逃げ出している国が、なんと、イギリスなんですよ。 なんでかわかるえー、これですね、あの、ね、イギリスはですね、これね、あの、ポピュリズム政党が強くなってきておりましてですね、はい、あのね、お金持ちさんにからちょっとお金をもらっちゃおうかなというですね、あの、増税策をですね、これ結構前から出していたっていうのがあって、お金持ちからするとですね、イギリスにいたらどんどん資産が減っていくわという状況があったので、で、そこにね、白車をかけるような左派政権、白車をかけるような左派政権が誕生しちゃったもんだから、で、左派政権というのは、もう金持ちからガン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 お金を絞り取るんだ、えー、っていう考え方の方々ですから、だからお金持ちがどんどんどん,どん逃げ出していってるんですよ。で お金持ちが逃げ出した結果、ね、税収が減って、イギリスはだんだんビンバーニーという状況になっていくんですよ。お金持ちが逃げ出すとそのくらいやばいんですよ。俺たち一般市民の何百万もの資産を持っていて、何百万円も税金を納めてるんですよ。 一般的にね、年収が800万円以下の方っていうのは、ね、払っている税金よりも受ける恩恵の方が多いなんていうことを言うでしょ、あれ実際真実で、800万以上のですね、年収の方で、いっぱい税金を払ってる方は、え払ってる、税金を払ってる分だけの恩恵は受けられてないと、つまりお金持ちが結構ね、日本のインフラを支えてるっていう話は有名な話じゃないですかね。ね だから、お金持ちの存在というのは大事なんだけれども、お金持ちはね、イギリスを逃げ出します。で、ちなみにね、日本を逃げ出すお金持ちはあんまりいないんですよ。やっぱり日本っていい国なんだね。すごく思うよね、それはね。えー、という状況があるわけなんだけど、そこに間違いなく、白車がかかります。外国人富裕層への増税。え、そしてですね、一番怖い安全保障ね、日本はですね、イギリスはですね、準軍事同盟結んでおりますからね。えー、ここになるとこではね、はい、国防費のですね、GDP 比を2.5%にするぞ。 これはいいことだよ。これはね、スナックさんも同じこと言ってたから、これはいいことなんだけれども、困ったのがこの次です。時期は見て、つまりですね、これ、いつまでにやるのかということを書いてないから、もしかしたら100年後かもね、っていう話なんですよ。でね、あのね、あのスナックさんはですね、はっきりとですね、時期を、ね、で、これ、名言知らないんさすが保守党だよね。ちょっとコーヒー飲んでいい 保守スナックさんはですね、これね、あの国防費はですね、2030年までに2.5%に増額しますよという形で、ちゃんとケツを切っていた時期を明記していたんですよ。で、この辺がやっぱりこの方の素晴らしいところなんだけれども、え、今回新、新,新しい首相になりそうなですね、えー、なんだっけ、スターマーさんが、スターマーさんはですね、時期を明言していないというお話がございます。あとはですね、選挙年齢をですね、18歳から16歳に引き上げと、え引,き引き下げと。で、これはね、いいことなのか悪いことなのか。まあ、メリットもあるだろうし、デメリットもあるという形で、これはどう転ぶかわからないよね。 いう状況なんですよ見て、一個一個見ていったら、うわ、やっぱり左側の政権ってやばいわと思わない岸田政権ってバチバチに右側の政策を組んでるのは皆さん知ってますよね岸田政権を下ろして、なんなら自民党政権を壊して、どっかわけのわからん野党がですね、政権取ったらマジでこうなるよ、日本。こんな方がいい俺は嫌だね。 絶対に。っていうね、これ左側が政権取るとこういうことがあるんですよね。その辺の問題をですね、この記事はさらに深あ、ね、読み解いていってくれてます。いきますよ。自動車関連では昨年、え2030年から2035年に延期になったガソリン車とディーゼル車の販売禁止時期をですね、なんとまた前倒しして30年に戻すという話になりました。北海で、えー、これなんていうの湯、えー、ガス電か湯ガス電でいいのの開発に必要となるえ炭鉱ライセンスの付与もえ禁止をすると。だからガスのですね、あの炭鉱、ガス、ガスの開発をですね、 やめるという話になってきたんですよね。で、石油などを生産する企業への課税を強化する一方、ね、再生可能エネルギーなどへの投資を主導する公社の設立方針も示していると。これはね、もうほぼほぼ失敗しますよ、これ。間違いなく。あのね、このね、投資、あの再生可能エネルギー関係のですね、えー、企業をまとめた、えっ、ー、と、ETF なんかがあるんだけれども、あれ、どん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 今暴落してる状況だからね。こんなん絶対失敗するんだよ。 大丈夫イギリスマジで。 もう壊れるぞ、これ。えー、保守党政権の終盤は、グリーン政策を現実的な路線に修正するという動きがありましたね。あの、脱炭素っていうのはですね、やっぱり夢物語でございました。もちろん現実的にですね、イギリスは生きていこうと、えー、スノッ木さんは言ってたんですよ。だから、非常にいい政権だと思うんだけどね。えー、でもね、この政権壊れてしまいまして、えー、要するに、脱炭素に対してですね、はい、火事を切り始めてるんですよ、労働党は。はい、労働党は政権脱出を足がかりに、保守党政権のですね、方針を転換して、カーボンニュートラル、温暖化ガスの実質排出ゼロに向けて、アクセルを踏むとね、 今更このアクセル踏むんですか世界はやっぱり失敗だって今みんな思い始めてるんだけど。イギリス大丈夫経済界からは投票から一夜が明けた5日、新政権との連携を期待する声が上がりました。えー、イギリスのですね、産業連盟 CBI のレイン・ミュートン・スミス,スあ CEO はですね、政府とビジネス界のパートナーシップを構築することが、イギリスが再び活性化する上で鍵になるであろうとコメントをしました。で、イギリスの商工会議所 BCC のですね、シボン・ハビランド事務局長は、えー、イギリス経済界の課題を克服するため、我々は 全力を注ぐ準備ができているとえ、声明を出すような状況になりました。まあ、政権に重ねるのはまあいつものことだよね。 で、もっともですね、気候変動対策の揺り戻しには、警戒感も根、ね、強いわけでございますよね。えー、労働党はですね、エンジンを使う内燃機関から、いきなり電気自動車への切り替えをですね、強力に促す考えでございますけれども、急速な EV 化、えー、っと、どこ急速な EV 化がですね、難しいと考える、我らが日本、トヨタ自動車など、業界の圧力で、ガソリン車などの販売禁止時期が先送りになったという経緯があるじゃないか。あれをどうするんですかね、えー、イギリスのですね、ジャガー、ランドローバーのエイドリアン・マーデル CEO は、30年 という線引きがあっても一部の内燃機関車に需要は絶対に残りますよガソリン車が必要な場面というのは絶対にあるんだけれどもどうすんだよと語りまして労働党に政策の見直しを迫る可能性を示唆しておりますまあ当たり前だよね一体で自動車業界と揉めそうということですよねであとですね脱炭素の影響を大きく受けるはい、エネルギー業界の一部からはもうすでに不満が漏れていますえ石油ガス業界団体のですね OEUK はですね OEUK でいいのかなは新規投資が禁じられてしまうとイギリスは30 2 1 0年には石油ガス需要の約8割を輸入に依存することになりましてエネルギー安全保障上の問題が生じると危惧をしておりますね。当たり前じゃんね、えー、ロシアから ねエネルギーをたくさんね、あのー、輸入していたですね、ドイツなんか結構偉いことになりましたもんね。はいお。そういうことになる。そういうことが起こるんですよ。どうすんのはい。北海遺伝のですね、労働者が多いスコットランドでは、5月に入りまして、イギリス最大労組のですね、ユナイトがですね、労働党の方針に抗議活動を展開しました。結構労働党敵だらけなんですよ。はい。一方ですね、労働党は税制などでは、新ビジネスの路線を印象づけました。え、コービン前党首はですね、法人増税や富裕層への所得増税といった政策を掲げましたが、スターマー氏は所得 そして再エネや重要なサプライチェーンを担うですね、国内企業の支援を掲げまして、安全と経済を組み合わせたセキュラノミックスをですね、提唱しました。不法移民問題をめぐってはですね、労働保守党政権が進めたアフリカのルワンダに移民を強制輸送するですね、計画をなんと撤回でございます。 する考えだが、現時点では実効性は不透明でございます。イギリス多分ね。 不法移民だ。アフリカあるぜ、これ。はい。え、1997年に政権交代を実現させた、えー、ブレア元首相はですね、ニューレーバー新しい労働党を看板に、経済を優先する姿勢を鮮明にして、ビジネス界を味方につけましたよね。はい。景気不要に向けてですね、スターマ、えー氏の経気え、経済政策の舵取りや、実行力が問われるというお話でございますね。はい。ということでですね、これね、えー、僕たちの大好きだったスナクさんがですね、はい。もう選挙でボロ負け、えー、選挙で超大負けをしてですね、はい。首相の座をですね、降りることになりました。そして、イギリスの高いという 言われたですねトラスさんはですねなんとですね議員として当選することすらできないというですね信じられない大負けでございましたそして、えー、当選者あのねあの誕生者ですね、た、えー、労働党のですね、えー、スターマー政権スターマー政権なんだけれどもこれはどうやらですね政治に詳しい方に言わせてみるとはい国民民主、えー、国民民主たまたまタマーキン、えー、たまたまタマーキン、えー、の国民民主が政権を取ったそんな状況のようでございますねやっぱりね自民党より多少左ね多少左でございましたでしょ こんんなに変わるんですよ立憲民主党じゃなくてもね,ね、ちょっとでも左の人間が政権を取るとね、こんな感じになるんですよ。で、これはもうすぐね、もう間もなくですね、総選挙がやってくるかもしれないと言われてるですね、日本、大丈夫俺、ちゃんと岸田選んだ方がいいと思うよ、今、この政策見ていいなと思ったこの政策見て素晴らしいと思った左側がね、もしあの政権取って強くなっちゃったら、こんな感じになるんですよ、日本も。 やだろ俺はやだよはい。ということでですね、これね。はい。ちょっとね、これね、これからですね、イギリスの瞑想が、イギリスの瞑想がですね、間違いなく始まると思います。えー、日本のですね、純同盟国、イギリス、大丈夫ですか中国がね、暴発した時にはですね、イギリスの手も借りたいと思っていたんですけれども、ちょっとやばい状況になってきましたよということで、熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。